鏡の国のアリス口へ。ジョン・テニエル・ガルイス・キャロルの自動小説、鏡の国のアリスには、前作、不思議の国のアリスに引き続き様々なキャラクターが登場する。物語は、チスのルールに沿って進行するため、主要なキャラクターのいくつか、例えば白の女王や赤の女王、白の騎士などは、チスの駒をそのまま擬人化したものである。一方、ハンプティ・ダンプティやトゥイードル・ダムと、 トゥイードルディー、ライオンとユニコーンは、いずれも当時すでに知られていたマザーグースを元にしたキャラクターである。彼らは同様に歌われているままの姿をしていたり、あるいは同様の内容そのままの行動を起こしたりし、作中ではアリス自身もそのことに気づく。以下ではこれらを中心に、本作品の特徴的なキャラクターたちを解説する。アリスと黒猫の切り替え猫と、 空想をごっこをしているうちに鏡の中の世界に迷い込む少女。赤の女王に助言されて白のポーンの一人としてチェスゲームに参加し女王になることを目指して鏡の世界を進みながら様々なキャラクターと開口していく。前作不思議の国のアリス中では年齢は明言されていないが本作では会話中ではっきり7歳とちょうど半分と発言する。 ジョン・テニエルの挿絵では、前作に引き続き額を出した長い金髪をして、エプロンドレスを着た姿で描かれている。ただし、前作の挿絵と比べると、エプロンの裾にフリルが追加されており、無地だったストッキングには、島が入っている。また頭には、ヘアバンドが新たに加えられており、これは後に、アリスバンドの名で知られるようになった。前作で、自慢の飼い猫として、 アリスに言及されていたダイナは、本作ではその子猫である白猫のスノードロップ、黒猫のキティと共に姿を見せ、特にキティは物語の導入と結末に一定の役割を果たす。アリスと赤の女王チェスの駒を元にしたキャラクター。一般的なチェスでは黒のクイーンにあたる。第1章で他の多くの駒たちと共に姿を見せた後、第2章で 人間並みの大きさになって登場。非常に尊大な態度で、アリスに接し、鏡の国のチェスゲームに興味を持ったアリスに、白の符となって、ゲームに参加する、要助言。その後、一所に泊まっていたければ、全力でかけなければならない、という鏡の国の性質を説明し、喉が渇いたと訴えるアリスに渇いたビスケットを、与える。第九章では、女王となったアリスのもとに、 白の女王と共に再登場し、女王の資格を問うための質問をあれこれ投げかけて、アリスを当惑させる。続けて開かれた、アリスのためのディナーパーティーでは、混乱を極めるさなかに、アリスに捕まえられると、その姿は、黒猫の危機となって、アリスは現実に引き戻されることになる。後年のエッセー、舞台のアリスの中で、ルイス・キャロルは、赤の女王を、ちょっと違ったタイプの、 怒りの女神として描いたと改想し、その冷ややかさや、貴重面さ、ペダンチックさといった性質において、女教師たちのエッセンスを集めたような役どころだと記している。赤の女王は、アリス・リデルたち姉妹の家庭教師であった、ミス・プリケットがモデルであるという推測もされている。彼女は少女たちから、プリックスというあだ名で呼ばれていたが、赤の女王は、花壇の花たちから、 差しを9つつけていると言い表されている。前日の一と,ところに止まっていたければ全力でかけなければならないのセリフは進化論における赤の女王仮説など数多く引用されている。アリスに身だしなみを整えてもらう白の女王チェスの駒である白の女王を元にしたキャラクター。第一章で鏡の国に入り込んだ直後のアリスが目にする一群のチェスの駒の中の 一つとして登場する。この際アリスは泣き騒いでいた彼女の娘、リリーの元まで彼女を持ち運んでやるが、この時はアリスの姿は彼女たちには見えず非常に驚かせることになる。人間並みの大きさになって再登場する第五章では身だしなみを自分で整えることができず、アリスに手伝ってもらい、その後自分が時間を逆向きに生きているのだと説明する。 彼女が最もよく記憶しているのは再来週に起こることであり、ピンを指で刺した痛みは実際に刺す前に彼女の身に起こる。しかし、アリスと共に小川を飛び越えると年老いた羊の姿に変化していき、周囲は雑貨屋に変わる。第九章では女王となったアリスの傍らに赤の女王と共に不意に現れ、アリスへの質問責めの一端を担い、アリスを苛立たせることになる。 前日の舞台のアリスの中で、キャロルは白の女王を気の優しい、愚かで、太っていて、顔色の悪い人物、血の巫女のように無力で、白痴のようにのロマで、間抜けで、オタオタしているが、しかし白痴というわけではないというイメージで捉えていたことを記している。同記事の中ではキャロルはまた、この白の女王と、ウィルキー・コリンズのノーネームという小説に登場するラック夫人という、 人物との掃除に注意を促している。物言う花たち花壇に植えられた人の言葉を喋る花々。鏡の国に入り込んだアリスが屋外で初めて出会う生き物。鬼より、バラ、ひなぎく、スミレなどでアリスや女王を花の一種と勘違いして女王のことを棘のある品種と言ったり、アリスのことをしおれ始めていると言ったりする。この場面は全体として テニスンのモード第22課のパロディになっている。アリスの物語の成立に関わったリデルケの三姉妹には、さらに2人の妹ローダとビオレッタがおり、この場面に登場するバラとスミレが、それぞれ彼女たちに該当する。木馬場エモエブドートンボバタツキパンチョーチェスゲームに参加することになったアリスは、あたりの地形を見定めようとして、遠くに、 象の姿をした巨大なすがるの姿を認める。その後アリスは自分で知らないうちに列車に乗り、いつの間にか再び野外に出ることになるが、そこで列車の中で知り合ったヒヨコ台の巨大中に以下の鏡の国の不思議な昆虫を紹介される。そこに入ると、物の名前を忘れてしまう七種の森を通過したアリスは第4章でトゥイードルダムとドゥイードルディに会う。彼らは互いに 見分けがつかないほどそっくりな双子であり、アリスは彼らに森を抜ける道を聞こうとするがなかなか、はかばかしい答えが得られず、なんとなく三人で踊り始めてしまったり、聖打チと大工という長々しい歌を聞かされたりした後、眠っている赤の王様のもとに案内されて、アリスはこの王様が見ている夢の中の人物に過ぎないのだと聞かされる。そして、アリスが立ち去ろうとすると、彼らは新しい。 ガラガラを一方が壊してしまったことで、決闘の準備を始めるが、そこに巨大なカラスがやってきたことで、決闘を忘れて逃げ出してしまう。トゥイードルダムとトゥイードルディに出会ったアリス、トゥイードルダムとトゥイードルディは、1805年まで文献を遡ることができるマザーグースであり、物語中の決闘の出来事も、作中でも引用される以下の詩の内容にそのまま沿ったものである。 トゥイードルダムとトゥイードルで決闘をすることになったトゥイードルダムが言うことにはトゥイードルでが彼の素敵な新品のガラガラを壊したちょうどその時巨大なカラスが飛んできたその黒いことと言ったらまるでパールの樽のようだった二人の英雄は恐れをなして決闘のことは全く忘れてしまったトゥイードルは音楽用語ではバイオリンを意味しダムは低音 D は高音を表す この詩はキャロルが引用したことで広く知られるようになった。トゥイードルダムとトゥイードルディは、今日でも50歩100歩の二人の人物を表現する言葉として用いられている。ジョン・テニエルの挿絵では、腹の突き出たズングリムっくりの二人の子男として描かれており、当時スケルトンスーツと呼ばれていた男子小学生用の服を着せられている。なおテニエルの挿絵に描かれている。 ガラガラは今日よく知られている、円筒形のものではなく、土佐の鳴子に似た、ガラついた木片を、カタカタと鳴らす、形のものである。ハンプティダンプティ。テニエルによる、この挿絵では、右端に描かれている断面によって、非常に薄い塀の上でバランスをとっていることがわかる。第五章にて、アリスは、羊の雑貨屋で卵を一つ買おうとするが、その卵は、視界から逃れるようにして、 どんどん動いていき、自称で、ハンプティダンプティに変わる。ハンプティダンプティは少なくとも19世紀初頭から知られていたポピュラーなマザーグースであり、その歌詞は物語の中でもそのまま引用される。ハンプティダンプティベイに座った、ハンプティダンプティ世代に落ちた王様の馬と、家来全員にかかってもハンプティを元には戻せなかった、もともとは一種の謎かけ歌であり、卵が、 その正解であるが、広く知られた結果、同様本の挿絵でも、ハンプティ・ダンプティは卵を擬人化したキャラクターとして描かれるようになった。ハンプには、背中のコブ、ダンプには、ずんぐりした人、ドシンと落ちるの意味があり、このため、鏡の国のアリス中でも、自分の名前は、自分の姿をそのまま表していると語る。作中では、ハンプティ・ダンプティは不機嫌で、いたけだかの態度で、 自分がオーケとの関わりがある人物であること、非誕生日プレゼントにオーケからネクタイをプレゼントされたこと、言葉に吸金を与えることによって好きな意味を詰め込んだりできることなどを語る。そして、アリスに壊れて、ジャバウォックの歌の注釈を施した後、のの白くなる冬に出始まる歌を聴かせて別れ、そうじてアリスに非常に不愉快な人物という印象を与えるが、アリスと別れた後に、 章の最後で大きな音を立てて、兵から落下する。次章の初めに、白の王が軍勢を率いてやってくるのは、歌の通りにハンプティダンプティを救出するためである。第七章に登場する、白の王様の王冠をめぐって、街中で争っている二匹の獣。アリスは使者に案内されて、白の王様と共に、彼らの戦いを見物する。戦いを一休みした二匹には、 白パンと黒パンが与えられ、その後、プラムケーキが出されて、ユニコーンから伝説の生き物扱いされたアリスがその切り分けを担当する。しかしケーキを食べ始める前に、大きな太鼓の音が響き渡り、食事の邪魔をすることになる。ライオンとユニコーン、及びプラムケーキを持たされるアリスこの2匹の獣が戦うエピソードは、やはり本文で引用されている、マザーグース。 ライオンとユニコーンをそのまま踏襲したものである。ライオンとユニコーン王冠をかけて戦ったライオンは、ユニコーンを街中追い回して勝ったある者は彼らに白パンをまた、ある者は黒パンを与えたある者はプラムケーキを与えて、それから太鼓で街から追い出した。この動揺は17世紀の初めのイングランドとスコットランドとの統合に起源を持つものと考えられている。ライオンとユニコーンは、 前者はイングランドの紋章を、後者はスコットランドの紋章を支える動物であり、前6 0 3年にスコットランド王ジェームズ6世がイングランド王を継承したことによって、イングランドの紋章の左側をライオンが、右側をユニコーンが支える形になった。ジョン・テニエルによるライオンとユニコーンの差し絵は、モデルにしたというはっきりとした証拠はないものの、絶えず互いに言い争っていた。政治家。 ウィリアム・グラッド・ストンとベンジャミン・ディズ・レイリにそれぞれ似せて描かれていると言われている。ハッタとヘイヤジロの王様の二人の使者。先にノウサギの姿をしたヘイヤがやってきて、街でライオンとユニコーンが争い始めたことを伝えた後、王にハムサンドと星原を与える。アリスたちが街へ来ると、帽子をかぶったもう一人の使者ハッタがパンと紅茶を取りながら、 戦いを見物しており、彼から戦いの状況の説明が行われる。この二人の死者は、アングロサクソン風姿勢と称される、くねくねとした奇妙な姿勢を絶えずとっている。これは当時イギリスで流行していた、アングロサクソン学なるものに対するキャロルの風姿らしい。なおこの二人の死者は、テニエルの挿絵を見ても、明らかに、前作、不思議の国のアリスに登場した帽子屋と三月うさぎの、 再登場であるが、なぜかアリスは再会に気づくことはない。馬型の兜をかぶって登場する白の騎士。素顔は本校冒頭の口絵を参照。文字通り白の騎士の駒を擬人化したキャラクター。第8章に登場。アリスを捉えようとしていた赤の騎士に滑稽な決闘で、勝利した後、アリスを次のマス目まで送り届ける。その間、 馬上のネズミ取りやサメに噛まれないためのバグ、円錐系のカブトといった自身の様々な発明をアリスに披露し、別れ際には木戸の横着に腰掛けてという詩をアリスに捧げる。この白の騎士は一般にルイス・キャロル自身をモデルにしたキャラクターであると考えられている。もじゃもじゃの髪や壁眼、優しい顔つきといった白の騎士の外見はキャロルのそれと一致するし、 キャロルもまた物事を逆さに見ることを好み、また発明を好んで、あまり実用に即さない様々な装置を考案していた。加えて、白の騎士は、二つのアリスの物語中、本当にアリスを愛しその手助けに心を砕いた唯一のキャラクターである。おそらく自身をモデルにしたという、この意識のために、キャロルはテニエルに対して、白の騎士を、 白髪の老人として描いたことに強く抗議し、書き直しを求めたが、テニエルはこの求めには応じなかった。マーティン・ガードナーは、テニエルは、白の騎士がキャロル自身であることを見て取り、アリストの年齢差をはっきり示すために、ハゲ頭や口ひげの要望で描いたものと見ている。ただし、キャロル以外にもモデルの候補がないわけではない。他のモデル説の代表的なものには、ドンキ・キホーテ説、 キャロルの友人であった科学者、オーガスタス・バーノン・ハー・コート説などがある。なお、テニエルが描いた白の騎士の顔は、パンチにおけるテニエルの同僚、ホーラス・ポニー・メイヒューを、モデルにしているのではないかという説が提示されたことがあるが、テニエルは生前これを否定している。しかしマイケル・ハンチャーは、テニエルの後輩にあたるジョージ・デュ・モーリエが描いた、メイヒューのギガが、 テニエルの白の騎士の絵に影響を与えている可能性を指摘している。またテニエルの肖像写真が白の騎士と似ていることから、テニエル自身の自画像だとされることもあるが、ハンチャーは、テニエルが鏡の国のアリスの挿絵を手掛けていた当時はこれほど似ていなかっただろうと述べている。赤の王白の王羊とアリス原著としての要所と、その再犯所や和役所の関係が、 どのようになっているかについては、略記している当セクションではなく、不思議の国のアリスの参考文献説と、鏡の国のアリスの参考文献説に詳しい。ありがとうございます。